社というお部屋のご紹介になります。皆さん、私の顔は見えていますか？こちらカラーのモニター付きインターホンになっているので防犯対策もバッチリになっています。では1階入ってみましょう。改めましてこんにちは。こちらは玄関部分になっておりまして、こちら靴がたくさん入るシューズボックスがあります。このように入れていただいて高さ調節も可能になっております。そしてこちらは少し引き出しのようなものがついていてとても便利になっていますね。では次、洗面所の方へ行ってみましょう。こちら玄関から入ってすぐ右手に洗面所がありまして、こちらには室内洗濯置き場、そしてこのように広々としたシャンプードレッサーがあります。そしてこちらがゆったりと入っていただけるお風呂になっておりまして、追い焚き機能付き、浴室乾燥機付きのとっても使い勝手の良いお風呂になっています。そしてこちらの洗面所からはトイレに行くことができまして、ウォシュレット付きの洋式トイレになっています。このように棚もついているので少し今ちょっとしたものを入れていただけますね。そして次にこちらの奥の方はキッチンになります。このように二口のコンロがついたキッチンになっておりまして、上にも下にもこのようにたくさん収納していただくことができます。そしてこちらのシンクの方には浄水機能がついていまして、このように押していただくと切り替わるようになっています。こちらのキッチンの横にはこのように冷蔵庫置き場も確保されています。でもこちらお部屋の方へ行ってみましょう。こちらがお部屋になりまして、先ほど紹介したカラーのモニター付きインターホンになっています。そしてこちらのお部屋にはこのようにとても奥行きのある大きなクローゼットがありまして、こちらとっても明るいお部屋になっています。こちらのお部屋にはエアコンがあったり、でこちらの窓がこのように合わせガラスになっていて、鉄道対策もバッチリになっています。そしてこちらのお部屋で私が少しレイアウトを考えてみたんですが、こちらの方にテレビのアンテナの差し込み口がありますので、テレビを置いていただいて、そしてこちら部屋の真ん中の方にテーブルを、そしてこちらの壁側の方にはベッドやソファーなどを置いてみてはいかがでしょうか。とっても素敵なお部屋になると思います。以上でお部屋のご案内を終了させていただきます。なのでまだご紹介したいのですが、詳しいことは賃貸まさきホームページでご確認くださいませ。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは真心を込めて皆様のお部屋探しをサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。